ブルーノ・フェルナンデスが脱帽森田は一流すぎる。ファンが選ぶマンオブザマッチに選出された森田をポルトガル代表 MF ブルーノ・フェルナンデスも称賛したと話題になっている。かつてスポルティングでプレーしたブルーノは現在マンチェスターユナイテッドに所属している。そのブルーノはインスタグラム上でこの試合で活躍した森田に拍手の絵文字を投稿。森田がありがとうとポルトガル語で返信すると、ブルーノはさらにありがとうなんて一流なんだと返していた。ポルトガルでもこのやり取りは話題になっており、エイボラでは、ブルーノ・フェルナンデスが森田に脱帽と伝えている。これは熱いわ D ・フェルナンデスと森田。みたい。森田、ブルーノからプレイ褒められたのマジすご。森田は過小評価すぎだろ。プレミア行ける。頼むから来てくれ今一番みたい。レスター遺跡で出たしプレミアで活躍するのみたいわ。ダブルボランチ森田遠藤の前にブルーノ。これはレスターではなくユナイテッド遺跡の布石か？森田くんガンバとは言わない。ユナイテッドに来ないかメイヌーとブルーノと組んでほしい。ユナイテッドも組織としての決まりごとほぼ皆無だと思うけど。今の代表に提言もできるし良い選手だと思うわ。そろそろプレミアなりにステップアップしないと年齢的にきついか。レスター行ったところでプレミアじゃ毎試合防戦一方だろうし、森田の良さも発揮できないまま終わる未来しか見えないけど、そこまでしてプレミアにこだわる価値が本当にあるの？こんな素晴らしい選手多いのにうまく引き出せない森安。